こんにちは、ゆうです。ガキン闇属性縛りビッグボスカワウソやっていきたいと思います。はい、このアカウント100式チャレンジを無事に、クリアできまして、常設の方 あのテクニカルダンジョンやってなかったんで、まあどうせなら動画でやろうと思って、あのこの前挑んだ動画がまあ割と再生させていただいてて、まあそれでまあね、あの完全版をあの広めしないと申し訳ないなと思いまして、挑んでいきたいと思います。はい、パーティーはこちらですね。まあ相も変わらず、まあ無課金らしいパーティーといえば無課金らしいパーティーでございます。はい、リーダーご紹介しましょう。極性の闇パイモンですね。これに毒完全耐性つけて、甘小銭武器つけて、潜在は、スキルブーストプラスプラスで HP 強化プラスプラスですね。で、月読みドラゴン、超天性月読みドラゴン、直覚性が5貫通、スキル遅延2つに毒目覚め耐性で、フラジールオーロラつけてますね。闇リーチ武器ですね。はい、この絵が、極性の闇アテナですね。はい、10コンボ強化に、ごめんなさい、ゲップが。おじゃめざめ耐性つけて、HP 強化プラスプラスですね。ここね、ちょっと HP の関係で、まあ、スキル遅延つけてないんですけど、まあ、つけれる方はスキル遅延の方がいいと思います。で、武器が、バランの武器ですね。このね、僕はスキルレベル15でやってるんですけど、まあ、遅延されるのを含めて、まあ、ちょっと考えますね。まあ、21、スキルレベルマックスだとね、ちょっとね、スキルレベルが、この裏の、ドラゴニックオーラが、溜まっちゃうんで、まあ、15ぐらいでいいんじゃないかと、スキルレベルは。15ぐらいあればいいんじゃないかと思っております。はい。で、ブラックバード。これが、何やったっけ？ハドラーの武器。ハドラーの武器つけてます。で、遅延4つに、HP プラス1つ。はい、これがクローローですね。クローローに、誰やったっけ？アララギくんの武器ですね。アララギくんの武器つけて、遅延2つに、HP 強化プラスプラスを2つつけてます。で、フレンドさんは、もう、安心安全、10連ガチャパワーですね。はい、で、バッジはね、相変わらず、HP プラスです。本当はね、HP プラスプラスがつければいいんですけど、そんなに、本当にログイン140何日なんで、まだゲットできてないんで、プラスプラスがね、できれば、遅延に帰れたりとかするんですけど、まあ、そこら辺はご容赦ください。ということで、チャレンジしていきます。ちょっと前置きが長くなっちゃいましたね。ですね、はい、ここを闇当てな、遅延来ると、ここはね、もう、クローロを使って、で、ブラックバード変身させます。で、ブラックバード変身させますと。でね、月読みドラゴン、これ使っちゃってください。で、1個だけ全体攻撃して、あとはもう、ちょっと10個も組めてないな、これ。10項目組めればね。はい、これで OK ですね。はいはいはい。ちょっと水飲みまーす。で、ここで、闇アテナ使いたいんですよ。それがスキルレベルマックスやったら、そうね、遅延も含めて、溜まっちゃうんで、裏が。で、ここで威嚇して、まあ、スキルダメして、もろって、で、クロール上がってくるんで、で、まあ、ここも遅延効いてるんで、で、まあ、もう一旦溜めて、あらららら、まあまあまあ、いいでしょう、全然。はい、んで、この、
フレンドさんね、ブラックバーとか変身させましょう。まあ、当たり前なんですけど。よし、よし。まあ、こんなもんでいいかな。まあ、あー、そっかそっかそっか。あ、クロロ使うの焦ったね。クロロを使うの忘れたんですけど、全然 OK です。全然 OK です。抜けるんで、10個も最高まれば。で、ここでね、パイモン使っちゃいます。で、クロロ忘れずに、クロロ忘れずに。はい、クロロまず使っちゃいましょう。はい。で、トランスフォーム忍者モード使って、でね、パイモン行っちゃいましょう。闇吸収はこれで対応します。で、全体攻撃入れてもらって、まあこんなもんで全然 OK なんで。月読みドラゴンのね、 L 字とか結構強かったりするんで、まあ余裕があれば組んでもらった方がいいんじゃないかと思います。まあ攻略動画っぽくなってきましたね。僕はね、パズドラを楽しんでるだけで全然公約とかつもりはないんですけど。で、ここ回復力減少がね、鬱陶しいんで、まずね、闇あっての使っちゃいます。はい。で、ステルスを使ってもらって、で、ここもね、全体攻撃入れたいんで L 字入れてもらって、で、あとはもうひたすらコンボと、もうこんなもんでいけます。これがね、今、なんちゃ、8月4日木曜日なんですけど、ちょっとこの後、ちょっと外出する用事がございまして、いつあげれるかわかんないんですけど、はい。申し訳ないですね。多分、8月5日に上がってるかな。上がってたら、褒めてください。ワンピースコラボもね、発表されたということで、ね、意思回収されたい方多いんじゃないでしょうか。はい、ここで倒しちゃって、僕はアルファが出てくれた方が、はいはい、こっちアルファやったっけ、オメガの方が嬉しいんかな、ん、どっちだったっけ、もう忘れちゃった。できるだけ光回復ちょっと戻ってきますね。はい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 、マイネまで戻ってまいりました。さっきね、読みドラ使って一気に行っちゃったんですけど、多分ね、使う方が良かったかなと思ってます。結構ゆっくり行った方がね、安定するんで、確実にね、ちょっとまあサクッと、クリアっていうところをお見せしたかっただけなんですけど、まあちょっとカッコつけましたね。はい。ちょっとカッコつけました。僕ごときがカッコつけました。はい。申し訳ございませんでした。ここはね、ゆっくり行きましょう。全然耐えれるんで、むしろゆっくり行った方が、ルーレットとかの時間もね、短縮できるんで。はい、すいませんでした。まあ、ワンピースコラボがね、始まったんで、はい、これ大丈夫ですね。これで、ちょっと次頑張ったらいけるんで、ワンピースコラボ始まったっていうか、発表されたんで、もう激アツですよね。激アツ。激アツくんですよ。僕はね、僕の小学校、1年生ぐらいの時から、連載が始まりまして、はい。クリアできましたね。クリアちゃうわ。突破できました。僕は、サンジが、一番好きで。僕の生き方はマジでサンジから学んだと言っても過言ではないんですけど、あ、ここテープ捨ててるんでね。まあ、あんま気にしないでください、これ。もうね、テープはもう捨てざるを得なかったですね。こうしようかと。
まあ、回復さえしとけばね、ここも大丈夫なんで、全然。サンジをリスペクトして、まあ、ね、出演者にもなっちゃったんですけど、まあ、その分ちゃんとお料理もね、サンジ、お料理も学んだり、はい。もう僕、学生時代ね、タバコちゃう、大学時代、うまくカチッとした服装で決めてたんですよ。今、ゆるゆるなんですけど、ね、もうおじさんだったんで、そのね、動きやすい格好の方が好きですし、これこうしようか。いや、こうかな？わらん多分、読みドラ使ってるんで、円波かかってるんで、いけます。はい。まあ女性、言ったっけ、女性を大切にっていうことは、まあ、3時間学びましたし。うん。今ではね、毎日自炊してますよ、僕は。インスタに全然上げれてないんですけどね、インスタ、お料理、インスタなんですけど、お料理も頑張るから、ですよ。知らんか、今の子。スラムダンクの歌なんですけどね。はい、ここでちょうど半分ですね。何スティックになったっけ？あー、ここね、全然大丈夫です。ロックは、この闇アテナがいるんでね。はい。で、ここちょっとダメージっていうか攻撃力下げられてるんで、しっかりコンボ組んでいきましょうね。しっかりコンボ組まないと多分、やられちゃうんで。うん、こんなもんでいいかな。はい、これで多分いけたでしょう。はい、オッケー。言ったっけ、今4日に撮ってるんですけど、多分5日に上がります、これ。はい。今日ちょっと外出しなくていけなくて。まあ、天気悪いっすね、なんか最近。で、ここ一発で行きたいんで、無効冠も組みたいんで、もう読みドラで、ちょっとね、やべえ、雷が。やべえよ、雷が。もうこんなんで全然いけちゃいますね。むしろ L 字とか積極的に組んでいった方が、クロロとかね、読みドラとかも、あるんで、全然そっちの方がいいと思います。はい、ここミラ来ましたね。ミラ何してくるんやったかな。あ、硬いやつね。はいはい、大丈夫です。硬いだけなら大丈夫。本当に回復だけしっかり しとけば、まあ負けることないんで、あとロックですね、ロック。雷やばい。はい。雷がやべえ。最悪は今からチャリで行こうと思ってんのに。はい、これ。76なんでね、まあ多少のね、戻しちゃえばもう、多少のロックとかも、はい、全然大丈夫なんで。まあまあ、L 字組んだりして、ここも。四つ消ししようか。で、ここ。はい。んで、あ、じゃあ、こうか。まあ、いっかも。はい、水の四つ消しも入りましたね。はい、突破と。結構ね、割かし安定するんですよ。で、ここで、読みドラが、溜まってるんですよね。僕の同じ立ち回りしてたら、まあ、温存してたら。これをね、まあ、ブラックバード使った後に、まあ、こっちを左をターゲットしてあげて、読みドラを使ってあげちゃいます。で、ひたすらって言ってもらう。ひたすら3個消しっすね。ひたすら3個消し。もう、全体攻撃とかいらないんで、一気に倒そうと思っても絶対無理なんで、闇。半減入ってるんで。で、頑張ってね、光、
にまで持っていってから全体攻撃ですね。まあ、さっきはね、思ったよりダメージが入ったんで、僕、100式チャレンジ読んだ時、こんなにね、ダメージ入らなかったんで、ちょっと、はいはいはい。これで OK ですね。これでもう多分、両方チェック外してもいいんじゃないかな。全体でいいんじゃないかなと思ってます。はい。全体できひんか。まあ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 。できなくてもね。読みドラ、振るんで。よ、こっちチェックしとこいちょ。あー、やめよう。はいはい。で、読みドラが帰ってくると思うんで、ここで読みドラ使ってあげちゃいます。で、ここでね、いきなり全体、こういきなりステーキみたいに言っちゃいましたけど、はい。はい。雷がやべえ。ここで一気にいっちゃいます。はい。お疲れ様でした。ってことで。何やったっけ？これテープは捨ててるんで、まあ大丈夫です。盤面小さくされるんですけど。で、消せないは火なんで、ここ。関係ないですね。むしろ火が消えないことによって闇ドロップが安定的に供給できると考えれば。まあね、絶対火は消えないんで、ブラックバードのね、変換元である。そう考えれば、まあプラスなんじゃないかなと思っております。はい。ね、これ、火消えないんで、結構ね、安心なんですよ。はいはい。上で、じゃあここを L 字にしてみましょうか。こう、なんか街にしてみようかな。街になってる？これ。なってないんですね。はい。まあ、だんだん軽減が弱くなっていくということで。はいはい。これも大丈夫ですね。攻め時はあるんですけど、はい。はい。まあ、ブラックバードやからこんな話せるんですよね。まあ、今じゃないかなと。これはもうタイムとかないんでね。とりあえず、まあ、テープがね、剥がれるタイミングでいけばいいんじゃないかなと思ってまーす。試しに、ここでいっちゃいますか。で、向こう関君で、で、ここで L 字でしょ？で、ここで、十字無理か。まあ、ええでしょう。てか、腹減ったんすよね、僕。結構、何食べたっけ？結構食べたんですけどね。はいはいはい。OK ですね。これでまあ次いけるでしょう。まあ闇アテナだけの。まあ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 。はいはいはい。まあひたすら闇ドロップ分割してね。4つ消しできるとか4つ消ししてあげて。闇アテナが4つ消し持ってるんで。はい。この方がいいか。L 字組めるとか L 字組んで、まあ、十字もね、クロロが持ってるんで。はい、突破ですね。はい、12回。ここはね、あれ、下げられるんですけど、この、まあ、うまいこといけばね、アイモンが残ってるんで、まあ、ルーレットはございますが、アイモン使ってあげて、でね、無効感とか組めたらいいんですけど、ちょっとむずいかな？
いけますね。とりあえず回復は絶対なんで、いや今死んでいいんか。まあこんなもんでいいでしょう。いいですね、いいですね。はい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 、オッケー。で、13階、はい、奇跡のフロアですね。奇跡のフロアは特に何も気をつけることないんで、とりあえずダメージ食らったら回復っていうのだけね、心がけてもらったらいいんじゃないかと思います。もう分割難しいんで、もうこんなんでいけますね。すいません、参考にならないパズルで。もうちょっと日和りましたね。はい、やっぱね、僕も30分もしないうちに出ないといけないんですけどね。ちょっとこれチャリでいけるか。雨もしかしたら音入ってるかもしれないですね。すいませんね。ただこの時間に雨降ってるとこを調べないでくださいね。まあ隠してないんですけどね、僕住んでるとこ。まあ滋賀県民ですよ。京都生まれの滋賀県民でございます。はい。で、闇屋ってのはね、溜まっちゃったんですけど、全然遅延とか飛んでくるんで、そのまま捨ててもいいですし、使ってもいいですし、こうやって使いましょうか。3ターンまで HP を 30% 回復。まあでも残ってるのは嬉しいですね。ここね、回復作れないんで、どうしても、つくよみドラゴンが溜まったら使えるんですけど、どうしても運ゲーになっちゃうんで、そういう時に、この 30% 回復っていうのがありがたいですね。今回はつくよみドラゴン使わずに行きましょう。あ、回復ってきましたね。まあ普通に、つくよみドラゴンで、回復作っていただいてけた方がいいと思います。やばっ、これどうしても編集でこの雨は消せんぞ。で、まあ光になったら使おうかなと思ってたんですけど、まあ今使うか。あんまりちょっと待ってよ、これほんま。この雨はえげつないよ。はい、この部屋ね、結構ね、雨の音とかが入りやすくて静かなんですけど、さて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 、どないして外出しましょうか。これはこうの方がいいのかな。四つ消しようか。んで、こうやね。これはどないしましょうね。やべえ、雷がやべえよ。さてさて、おっと、ここはね、もう最低限でいいんで、これは闇ドロップだけ救出してもうたら、幸いクロールのおかげで指も伸びてますんで。これでもう全然 OK っすね。無理はせずにね、無理するのが一番ダメなんで。はいはいはい、これハートはね、回復ロックされても全然問題ないということで。で、まあ、つくよみドラゴンいっちゃいましょうか。はいはい。四つ消しして。はい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 。
あ、いい感じですね。光属性吸収は関係ないと、光ロックも関係ない。ちょっともう一気にいっちゃいましょうか。次ね、そんなギミックないんですよ。はい、回復だけしっかりしてもらって、まあ組めるなら回復 L 字も組んであげた方が、まあなおさら安全かなというところですね。これは編集で気仙ほどの雨が降ってますね。はい、ボスの一個手前ですね。はいはいはい、ここはね下げられるんですけど、まあまあまああんま関係ないですね。でひたすら3焦げしでいいんじゃないかなと思ってます。こうやってね、コンボ、まあこういう時は4つ消ししてあげてね、ちょっとでも闇当てなの火力が出せれば。でここを読みドラ来るんですけど、まあ光属性やったらね相手が一発で消し飛べるんですけど、まあ、念には念をと思って一応ここはステイで、はい。あ、そうそうそう、はい、さーて色が変わる。水か、はいはい。まあ全然耐久してもね、ほんま100式チャレンジじゃないんで、これは。おっとっとっと。クリアさえできればいいんでね。こうか。まあ、100式チャレンジだったらね、一気にいかなかった。いけなかったんですけどね、これで結構削れるんで、まあ次ぐらい行きましょうか。こっからかカウントダウン入んの。はいはいはい、まあゆっくり行きましょう。ゆっくりゆっくりゆっくり、焦ることはない。まあ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 、闇取り出して、回復だけして、はいはい、こんな感じで。はい、3か、じゃあ、つくみドラゴン使っちゃおうか。無発狂はないんで、ね、無効感でもいっちゃいましょうか。結構ね、無効貫通が一番火力出せるんで。で、ここ L 字やろ？もう1コンボぐらいしたいな。はい。で、ここで、あー、足りんかったか。まあいいでしょう。足りるか？これ、ちょっとまずくなってきたな。ちょっとパイモンいっちゃいましょうか。ごめんなさいね、ちょっとグダグダなって読みが外れた。パイモンは全然いつ打ってもいいんで、まあ早いうちにね打っとくに越したことはないんで。はい、次いけますね。もう一応念には念をで闇アテナ使っておきましょうか。闇アテナで闇増やして、はい、もうここはコンボでいいでしょう。ひたすら闇のコンボ、闇たこ焼きを暴力で、はい、これでいけるでしょう。はい、オッケー。はい、ボスですね。
あ、ごめんなさい、カメラ入れちゃいました。消っちゃいました。クリムゾンバリア、ここからね、ここ結構ヒーローね作ってくれるんで、目覚め対策もバッチリなんで、巫女館組まないといけないんですけど、まあじゃあ月読みドラゴン一発目いっちゃいましょうか。ちゃんとね、発狂ダメージも、耐えれるように調整はしてあるので、まあ月読みドラゴンが溜まったら溜まって使っていこうという感じでいいんじゃないでしょうかね。で、ここから本当に回復だけは忘れずにしてください。もう、まあまあ、今までのダンジョンもそうなんですけど、今までの、あ、回復した敵か。すいません、カミカミで、滑舌が悪いもんで。内心ね、もう、ヒヤヒヤして、動悸がしてるんですけど、はい。はい。ヒートクリーム飲んで、あ、ここ攻め時ですね。で、火作ってくれるんで、ほんまに。ほんまに向こう側には困らない。ブラックバードで行くと。もうこんな感じで。回復もしっかりして、半分超えるかなあ。色変わってほしくなかったな。よし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 。ではではでは、早いうちにね、ちょっと月神の防御いっちゃいましょうか。回復もね、いっぱいしたいんで、ここで作っとくか。ちょっとおしゃれに十字とか決めちゃいます。これ分割も大丈夫ですね。で、ここがボルケンバニッシュ来るんですけど、水ドロップは関係ない。そしてハンギンが来るんですけど、耐えれると。はいはいはい。まあ、ここからね、全然。普通に多分コンボ強化。コンボ強化ちゃう。たこ焼きでいいと思います。回復だけしっかりして、戻って。まあいいか。はいはいはい。全然ゴンゴン言ってないですね。ゴンゴン言ってるか？まあいいでしょう。はいはい。耐えれますよと。で、月読みドラゴンが帰ってきたらもう一発で解除できるちゃうんで。おっと危ない。おっと危ない。おっと危ない。おっと、ここも回復しとこう。こうして、はい。はい。覚醒のこと飛んできてもね、裏の、クロロの裏の、こう、荒ラギくんの武器が溜まってるんで、全然大丈夫ですね。で、クライムも大丈夫と。で、それでは、行きましょうか。で、月神の防御術使って、ワンチャン倒せるかも。多分残るやろな、でも。はいはい。で、ここを L 字にして、そうやな。こうか。こうか。ちょっと、ごめんなさい。こんな喋ってるんですけど、緊張してるんですよ、実は。はい。ナポりましたね。まあ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 。大丈夫なんで、全然。これで、これ、会議のみを殺す。これで、解除してもろて、で、闇あてなで、闇も増やして、で、最後、ブラックバードで。はい。あとは、
ちょっと危ないな。L 字決めようか。こんな感じでいいんじゃないかな。勝てるんじゃないかな。勝てへんかったら結構へこむよ。お、回復の L 字も振ってきたんで。はい、クリアですね。はい、おめでとうございます。はい、4上がりましたね。コインもうまい。さあ、何が落ちた。おお、おほほほほ。捜査不可体制ですか。お、また。お、闇代わり。はい、奇跡が落ちましたね。え、タイム見ていきましょうか。ま、もう関係ないんですけどね。はい、31分 42.1 秒ですね。こんだけゆっくりやってもね、もう全然100式余裕やった。ま、ちょっと頑張れば100式もいけたっていうことで。うん、こんな感じで。100式をクリアしましたという動画でしたね。はい、この動画がもしよろしければ、グッドボタンと、チャンネル登録していただけると嬉しいです。すいませんね、雷の音めちゃくちゃやばくてね、はい、ごめんなさい。ちょっとそっちばっかり耳がいっちゃったらごめんなさいね。なるべくなるべく、編集でなんとか雷の音を小さくできないんですよね、これが編集力。はい、はい、あとは、メンバーシップ、90円でやらせていただいているので、そちらも入っていただけると嬉しいです。それでは今回はこれで以上です。皆様もお疲れ様でした。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。いや、めちゃくちゃ緊張しました。